藤島政権藤島政権から1904年10月15日は、日本の大倉官僚、幹線県知事、熊本藩市、藤島昭和の長男として、熊本高田原に生まれる。明治5年、政府に出資し検事局10党出資となる。以後、市兵領大族9党出資、市兵ゴンスケ、大倉県少書機関、大倉少書機関、大倉県大書機関、 県員外議官補などを歴任。1884年4月、フランスパリ在留領事に就任。1886年3月、大倉省に復帰し大倉書記官となる。以後、総務局文書課長、銀行局長を務めた。1888年10月、富山県知事に就任。1890年7月、千葉県知事に転じた。 1892年2月の第2回衆議院議員総選挙において、選挙干渉を行って死傷者を出した。1893年3月、千葉県知事を退任。1897年6月、日本官僚銀行副総裁となり1900年まで在任。母、藤島元子は、矢島直明、鶴子夫妻の長女で、妹に、横一瀬子、徳富久子。 竹崎純子、矢島か子がいた。したがって、藤島政権と、徳富祖法、徳富六花兄弟とは、母方の重慶帝同士であった。坂田正都氏、坂野順次保果編、徳富祖法関係文書山川出版社、近代日本史料選書なのに、1985年間には、神奈川県二宮町、徳富祖法記念館が所蔵する、徳富祖法宛で、 藤島政権所管83通が収録されている。長女、幸子は、佐々木信綱に嫁いだ。がって、佐々木春綱は、外村、佐々木幸綱は、総村ということになる。ありがとうございます。